この物語は近い将来世界的に大流行するとされる新型インフルエンザの脅威を描いたものである。 H5N1 型鳥インフルエンザのウイルスが変異して人から人へ感染する新型インフルエンザの出現は秒読み段階に入っている。これまでのインフルエンザと大きく違うのはその毒性の強さである。感染した人が死亡する割合は研究者の間では最悪 50% に上る可能性もあると言われている。そして世界中の誰もまだ免疫を持っていない。このウイルスが日本海に面した小さな村に発生したと仮定するなら、日本はどのような状況にさらされるのか、その想定のもとにこのドラマは作られた。無論ドラマに出てくる依田村は架空の村である。お前何見てんの？いや、なんか綺麗だなと思って。はぁ、大丈夫かよ。今から長えぞ、寝んなよ。だから長いってどこ？いいからいいから、どうせ暇なんだろ、付き合えよ。ま、いいけどさ。いらっしゃい。出産休暇だ。頑張ったね。ありがとう。33週か、もう安心だな。うん。こんなとこだけどさ、うまいんだよここの焼き鳥。あ、つくねできたよ。食べて。どう？インドネシア保健省はバリ島の男性が H5N1 型鳥インフルエンザで死亡したと明らかにしました。これで世界の死者は延べ250人に達しました。ここで東都大学医学部教授で WHO インフルエンザ協力センター長の津山真嗣先生にお話をお聞きしましょう。津山先生、新型インフルエンザは日本に必ず来ます。もう時間の問題なんです。そして新型インフルエンザは発生してから対策を立てても遅すぎます。拡大を防ぐように今全力を尽くすことが私たちに求められています。あのさ、本当にどこまで行くの？陸送って荷物は何？気にしない気にしない、日当いつもの倍だ。悪くねえだろ。お前さ、この先移動すんの？え？もう30枚だ。ぼちぼち力仕事はきついっしょ。将来考えんと、いつまでもワーキングプアってわけにはいかんだろう。考えてどうにかなるんならとっくに考えてる。そりゃそっか。あ、お前親は？お袋は死んだ。親父は知らない。そっか。まあどっちにしろ人間は一人よ。てめえで腹くくんねえと国なんか何にもしてくれねえよ。分かってる、それも。俺さ、300万借りてあのトラック買ったんだ。マジ？ああ、かけてんだこの仕事に。いいな、先輩は腹くくれて。やっぱてめえで這い上がらんとな。だからね、あとは診療所の先生が面倒を見てくれるからお家へ帰れるの、いいでしょ。岸本さん、私たちも辛いんですよ。でもね、これは国の方針でね、これからはなるべく在宅で治療してもらう方針に変わったんです。岸本さん、
簡単に言うとさ、国からもらえる診療報酬が変わっちゃってさ、長期療養の患者さんを病院に置いとくわけにはいかなくなっちゃったんだよ。置いとけば置いとくほど病院が赤字になるわけ。悪く思わないでよ、橋本先生。相変わらずだね、あの言い方。だって事実だ。在宅医療推進という名の患者の放り出し、俺らがやってることだ。そりゃそうだけど、佐伯さん、あんたにもそのうち一旦出てってもらうことになるよ。長期入院を減らさないと赤字も減らないから、しょうがないでしょ。あんたよく話すね、あんなやつと。医者のクズだよ、あの副院長。まあまあ、ちょいとひねてるだけだよ。どうだか。ああ、やだやだ。どっかに赤ひげみたいな先生はいないのかね。赤ひげね。インフルエンザであることは間違いないんだけど、熱が3日も引かないとは。なんか悪い病気じゃないでしょうか。一応保健所には連絡してありますがね、検体を送ったので今詳しく検査してるはずです。それにしても今年の症状は重いな。50年やってるがこんなことは。先生だけが頼りなんです。直樹、直樹、直樹君、どうしました？そこに出てしまった。どうだ、何か分かったか。それが陽性です。鳥インフルエンザです。 H5 だ。再検査してもやはり。与田村に養鶏場なんかないぞ。はい。ということはまさか新型インフルエンザ。インフルエンザウイルスというのは渡り鳥を媒介にして地球上に存在しています。そもそもウイルスというものは子孫繁栄のために増殖しようにも自分の力だけでは増殖できない。そのため他の生物の細胞の中に入り込んで増殖する。これが感染です。ウイルスの増殖のスピードは凄まじく、人類が100万年かけてやる進化をたった1年でやり遂げます。しかも人の1000倍もの確率で突然変異する。ウイルスは絶えず変異しながら鳥や人類に襲いかかってくるのです。この H5N1 型鳥インフルエンザ、鳥のウイルスが人間にうつることはないと考えられてきました。ところがです、1997年香港で流行した H5N1 型と呼ばれる鳥インフルエンザは18人が感染し6人が死亡したんです。鳥から鳥にしか移らなかったものがすでに鳥から人へ感染するものに変異している。いつこれが人から人へ感染するウイルスに変わってもおかしくはないんです。 WHO は動物から人への感染が見られる状態、フェーズ3を宣言しています。フェーズ4が人から人への感染を起こす新型インフルエンザの発生です。フェーズ5でより大きな地域での人々感染となり、フ
フェーズ6はパンデミックフルー、すなわち新型インフルエンザの世界的大流行です。先生、もしそのフェーズ4、人から人へ感染する新型インフルエンザが発生した場合、どうすればいいのでしょうか。もし発生したらではありません、いつ発生するかの問題です。フェーズ6になった場合、死者は世界で1億5000万人、厚生労働省の予測では国内の 25%、 3200万人が感染し、うち64万人が死亡するとなっています。64万人。え、はい。話が見えないな。その村で小学生から、はい、人型の発生が疑われています。ありえない。日本に来るとしてもアジアのどっかで発生、感染した人間が航空機で持ち込むというのは全ての前提だ。県の衛生系のメンバーがその与田村に向かう準備をしているらしいですが、二次感染者は母親、弟がかかっているようです。私はチームを立ち上げ現地に入ります。私にも情報を入れてくれ。はい。与田村、与田村って言ったか。はい。何かどこかで聞いたことはないか。この少年への聞き取り、コンタクトトレーシングがまだ行ってないんですね。ええ。なぜ与田村ってところは年寄りばかりの偏僻な村でして、県庁からでも車でだいぶかかるんですよ。村でただ一人の先生がいろいろやってくれてはいるんですが。でも何なんですかね、鳥インフルエンザなんて。まあ鶏飼ってるうちはあるけれど、やっぱりそれですかね。同一症例の患者が2人以上をクラスターと言います。クラスターが次々と現れたら鳥インフルエンザではなく H5N1 型新型インフルエンザを考えなければなりません。しかし、なんであの村で。医者じゃないのか。ウイルスの専門家です。国立感染症予防研究所の奥村です。専門家なんかいらん、医者呼んでくれ。私も医師です。とにかく拝見させてください。クラスターどころじゃない。人人感染としか言いようがないな。その可能性は極めて高いです。感染症法15条で厚労省に応援お願いします。わかった。何のようだ、こんなところに教授先生が。その憎まれ口が命取りになったとは思わないのか。もう遅いよ。お前の力を借りたい。東都大学の教授、ライバルだったんだと。へえ。でさ、田島は教授選に負けて系列の病院飛ばされて流れ流れてここに来たってわけ。道理で東都大学出てこんな病院にいるなんておかしいと思ったんだよ。で何の教授だい。
医学部に決まってるよ。医学部だっていろいろあるんだろうが、脳外科とか小児科とかさ。あ、そうか。ウイルス学だよ。ウイルス？バイ菌？インフルエンザとかそういう微生物。あ、そんな大先生がなんでうちに？人々型？日本で？はあ。バカな、信じられん。感染研の研究員が現地に飛んでる。間違いなさそうだ。発生源は何だ？養鶏場か？わからん。わからん？全くの謎なんだ。その村には養鶏場もない。どういうことだ？全く見当がつかない。田島、お前はインフルエンザのスペシャリストだ。現場へ飛んでくれないか？俺が？ああ。おいおい、勘弁してくれよ。さすがは教授先生だな。皮肉はよせ。俺は仮にもこの病院の副院長だぜ。それを投げ出せってか。非常事態だ。わかるだろう。日本初のパンデミックフルなんてことになったら、この国の損失はどうなる？人の命は？経済は？じゃあこの病院はほっといてもいいってのか？まあほっといてもいいんだけどな、俺だって。じゃあ俺がウイルス学をやってたのは5年も前だ。今さら。それにお前の役にも立ちたくない。そうか。ああ、第一発見者は医者か？村の診療所のじいさんだ。87歳で現役だと。じいさん、一人で必死になって治療しているそうだ。そうか。頭が下がるな、まったく。その日本海の村って？与田村だ。お前が捨てた故郷だよ。今専門の先生が応援に来るから、それまで我慢して。先生。おい。その人型インフルエンザっていうのは何が怖いの？世界中の誰も経験したことのないインフルエンザです。そのため誰も免疫を持ってません。ワクチンはまだ存在しません。ワクチンがない？新型のワクチンは新型のウイルスからじゃないと作れないんです。それには半年かかります。半年も？あとはその感染力と毒性の強さです。毎年流行っている通常のインフルエンザは致死率が 0.1% 以下。1918年のスペイン風邪は世界の致死率 2% でした。しかもスペイン風邪のウイルスは弱毒性、毒が弱いもの。今度の H5N1 型が人型になったのは強毒性なんです。つまり呼吸器系統だけでなく、ウイルスが全身に広がって脳や腎臓、消化器などでも増殖して多臓器不全を起こします。
私は感染者の致死率は10%から15%、日本中で死者300万人と見ています。どうやってうつるんですか？飛沫感染や時には空気感染です。バスや電車の中で感染者がくしゃみをしただけで、周りにいる人たちみんなが感染する可能性があります。待ってくださいな、ワクチンがないってことは防ぎようがないということです。広まってからでは手の打ちようがありません。早急に与田村封じ込めを含めた対策を練らねばなりません。封じ込め？つまり第1号のその少年が発症したのは4日前の11月3日か。早急に手を打ちませんととんでもないことになります。発生源がまだわからないんだ。第1号の少年から聞き取りを行ってますが、重篤な肺炎を起こしていて意識が朦朧としているそうです。与田村以外での感染は見られないんだな。はい、今は与田村への一般人の出入りは自粛させてます。その新型インフルエンザは感染力が強いんだろ？そうです、感染が広まる前に封じ込めないと。食料等を外部より配布し、最後の発症者から20日間は様子を見ます。与田村の村民全員にタミフルを集中的に投与します。予防のため発症してない人にも投与します。封じ込めって人権上問題があるだろ。誰が封じ込めを宣言するんだ？とにかくさ、ここじゃ結論は出ないよ。今日の話局長会議までにさ、紙にしてまとめてきてくれる？少年が今朝死亡しました。今のところ感染が疑われるものは30人、うち重症は10人です。うん、解剖の手配は？まもなく所見の報告が来ます。ワクチンの開発に着手しよう。はい。ところで田島医師は？一人で村民を見ておられたので、だいぶお疲れのようではあるんですが。Okay, this is where we're setting up. 何なんです、あなたたち。Hey, Kaoru, long time no see, huh? Have you been, Mr. Crawford?誰です？ CDC のチームです。CDC？ アメリカの疾病対策センター。ワクチンを開発するため、ウイルスの争奪戦が始まったんです。Listen, we're going to need some specimens from that boy. That shouldn't take much time. Things have come to a crisis. 危機的な状況になりました。インフルエンザが変異し、人から人に感染するようになりました。感染源は日本の小さな村です。WHO はフェーズ4の非常事態を宣言し、与田村での感染者は81人となり、5人が死亡しています。ここ、いいかい？ではここで、いや、ウイルスの…ちょっと…ずっと見てるね、テレビ。ああ。親父さんかい？親父さん探してるんだろ？テレビに映らないかって。誰から聞いた？親父のこと。何でも入ってくるよ、長老だもん。随分会ってないんだって？新型インフルエンザだ。医者として気にならない方がおかしいだろ。医者だったのかい、あんた。言うね。何があったか知らないが、言ってあげたらどう？一人で頑張っておられるんでしょ？どれぐらい連絡してないの？40になって脳腫瘍だって。病院に行った時はもう手遅れだったらしいわ。怖いわよね。気づかなかったのかしら、哲夫さん。
死に目には会えたのか。いや、いなかった。学会か。守ってやれなかったのか。何があったか知らないが、親父さんは待ってるよ、きっと。息子は折れないが、親は折れるんだ。そういうもんだよ、父と子ってもんは。とにかくね、応援の医者は送ってほしい。とにかく足りないんですよ、何もかも。ワクチンは半年はかかりますが、今までの鳥インフルエンザから作ったプレパンデミックワクチンというのがあります。これがある程度は新型インフルエンザにも有効であろうと見ています。ただし数に限りがあります。国が備蓄しているプレパンデミックワクチンは1000万人分です。1000万人か。早速打ちましょう。まだ無理です。無理？どういうこと？そのワクチンを人に打てる状態にするには1ヶ月半かかるんです。原液の製剤化はすでに始まっています。1ヶ月半か。じゃあそれまで何もできないってこと？そうなります。かかってからの治療薬は？抗インフルエンザ薬のタミフルがある程度有効だろうと言われています。またある程度か。世界中の誰も経験してない新型なんです。予測を立てるしかありません。わかりました。で、それはどれぐらいあるんですか？国と都道府県とで2500万人分備蓄しています。多いのか少ないのかよくわからんのだ。とにかく今は決めていただきたいのは与田村の封じ込めです。これが東京、いや日本中に感染者が出たら、その被害規模は想像もつきません。津山先生のシミュレーションですと、与田村封じ込めには一定の成果が期待できます。何よりも人々感染が起きてから今日でまだ6日目です。地域の経済的損失はどこが保証することになるんでしょう？ウイルスが東京に持ち込まれたらどうなります？その場合の経済的損失は？もし東京に感染者が出たら、数日で日本中がアウトです。今与田村を封鎖できれば、日本を新型インフルエンザから守れる可能性が高いんです。わかりました。県知事に封じ込めを要請しましょう。与田村？1月3日に発生した新型インフルエンザは7日間で感染者210人、死者は19人に達した。そして与田村は21日間をめどに封鎖されることになった。与田村から新型が発生したとは到底考えられない。必ずアジアのどっかでも同じ新型が発生しているはずです。空港閉鎖も視野に入れた水際作戦を取るべきです。与田村を封鎖したばかりですが、あれは
あくまで第一弾です。常に最悪のケースを考え先回りして二の手三の手を打つべきです。まだ与田村の発生源も確定してませんが。間違いない。与田村単独で新型発生はありえない。おっしゃる通りかもしれませんね。それと今回の致死率 3% っていう試算は何ですか。専門家の見解です。最終的にはせいぜいそんなもんでしょうと。その数字の根拠は何ですか。新型インフルエンザの致死率は最悪 50% です。とにかく国が備蓄している1000万人分のプレパンデミックワクチンの放出はいつですか。5週間後を目指してます。医師看護師などの医療従事者を最優先して他の関係者の優先順位を調整中です。一刻も早く決めてください。大丈夫かい。やっぱり医者に行った方がいいんじゃないかい。僕らもそう勧めたんですけど。みんな出てってくれ。そういうわけにはいかねえよ。風邪にしてはひどすぎるよ。肺炎なんじゃないの。まさか与田村の新型インフルエンザじゃないだろうな。出てってあもうほらほらいいから氷枕ぐらい変えてやるよ俺らが。病院はこいつ健康保険入ってないから。だけどね、あんたたちに移ったらどうするんだよ。あ、それは大丈夫っすよ。僕ら肉体労働で鍛えてるんで。船、セーター？死んだ子供がつぶやいたんだよ。船、セーターって何でしょう一体。さあ、でもそう言ってた。どうでもいいが、君らは何なんだ。え？これだけ患者がいるのに見ようともしない。コンタクトだかなんだか知らんが、発生源を知るのがそんなん大事かね。それはやっぱり医者だろう。君も痛まないのかね、ここが。死にかけてる患者を前に平然としていられる。それで何の研究だ。先生、先生、あ、どうしてくれ。アメリカ大使館は日本在留のアメリカ人に即時帰国を呼びかけた。もし東南アジアのどこかの国で H5N1 型新型インフルエンザが発生したなら、日本も同じように帰国を呼びかけただろう。すごいね、ここまでやるんだ。のんきなのは日本だけさ。先生、甘いものは禁止じゃなかったっけ。うちの孫娘が持ってきたもんでつい。まあまあ堅いこと言うなよ。どうせ僕たちはもうすぐくたばる身だからね。アメリカなんかじゃもう核戦争と同じレベルで新型インフルエンザで取り組んでんだってね。核戦争と同じ。予算は日本の10倍以上、インフルエンザの研究スタッフは20倍だってさ。はあ、田島先生、またです。今日5人目。ワクチンか。ええ、それがないならタミフルをって。プレパンデミックワクチンは俺たちもまだ持ってない。タミフルは健康な人間に処方するわけにはいかん。追い返せ。はい、申し訳ありませんが。そうですか。
泳げれば飲みなさい。あ、いやおばちゃん、いいです。おばちゃん、どうもすみません。一つ気になることがあるんです。さっきのおばあちゃん、こないだここいらじゃ見慣れない若者と亡くなった子供が遊んでるのを見たって。見慣れない若者？ええ、誰かは分かりません。ただこの辺には若い人はあまり住んでないし、小さな村ですから住人同士はみんな顔見知りです。ちょっとした噂があって、東京あたりから産廃業者が近くじゃ捨てられない産業廃棄物をわざわざこの村の山まで捨てに来てるって。タオルから H5 が確認されました。子供たちが触ったのは間違いありません。点と線が一致した。え？ WHO からの非公式の情報だが、アジアのある国で新型インフルエンザが発生している。どこの国ですか？例の国だ。発生が危惧されていた。被害はどれくらい？詳細は把握できていない。だが死者が多数出ているようだ。この国はインフルエンザの発生を否定している。 WHO の調査団の受け入れも拒否しているから探りようがない。さらにだ、海上保安庁から連絡があった。国籍不明の小型漁船2隻を与田村沖合で発見したらしい。1週間ほど前の嵐で難破した様子だと。どういうことですか？あとは推測するしかないが、こういう推理は成り立つ。亡命ないしは不法漁業をしていた船が難破して、何人かが与田村にたどり着いた。あるいは乗組員は流されて船だけかもしれない。それに少年が触れた。
PCB 水銀カドミウム、やばいよ。怒んなよ、責任俺にあるんだから。だけどまあまあ、お前も腹くくるいいきっかけになったんじゃねえの。いつまでも4人であの部屋借りてんのかよ。要するに負け犬の巣窟じゃねえか。よかったら俺この仕事紹介してやるよ。腹くくんねえとこの地獄から抜け出せないぜ。この日本っていう生ぬるい地獄からはよ。ガキはいいよな、気楽で。ですね。おい坊主、ジュースいらねえか。その参拝業者というのは。わかりません、追跡の手がかりがなくて。感染は与田村だけではとどまらないぞ。これはだけどまだ発症の報告は。感染してから発症するまでは3日から2週間の幅がある。こうしているうちにもどこかで。一度の陽性反応が出ています。10分後到着予定。患者は男性、28歳、39度の発熱咳。封じ込めはおそらく失敗だ。それともう一つ報告が。お前の力を借りたい。非常事態だ、わかるだろう。もしもし、俺だ、津山だ。なんだこんな時間。親父さん亡くなった。一昨日突然倒れられた。睡眠を取らずに患者の治療に当たっておられた。過労がたたった。新型インフルエンザには感染していない。そうか。医者として見事な最後だな。それとあと一つ、東京で第1号が発生した。何？日本初パンデミックだ。渋谷区で第1号の H5N1 型新型インフルエンザ患者が発生しました。フェーズ5を WHO に進言します。え？感染者は与田村で300人、東京ではまだ1人です。その段階で宣言するんですか。与田村封じ込めは失敗したと見てください。早晩成田空港や他の国際空港から新型インフルエンザは入ってきます。フェーズ6は時間の問題です。そうなれば非常事態宣言です。待ってください。非常事態を宣言すれば日本はどうなります。世界から見捨てられますよ。判断が1日遅れると被害は計り知れなくなります。時間の猶予はもうありません。いや、今少し様子を見ては。バカな、後手後手に回っても。村封鎖を進言されたのは津山先生です。新型ウイルスのパンデミックが起きたらそれは私のせいかね。とんでもない。ただ
とにかく医師会にも協力を要請してください。あと東京23区の学校封鎖も急がれます。それがことはそれほど単純ではありませんで、休んだ分の授業はいつ補習するのかとうとう受験シーズンも考慮した上で少々解決しなければならない問題がありまして、ことは一刻を争ってるんですよ。本当にそうなんでしょうか。先生、東京とも対策本部を立ち上げました。こちらからも強く要請します。要請とかいうレベルじゃないんですよ。何十万も死者が出てからでは遅いと申し上げているんです。我々が判断するわけには、責任取れと申されても、これは国家の危機なんですよ。間違いありません。与田村のウイルスと遺伝子の塩基配列が 99.9% 一致しました。同じ型のウイルスです。やっぱりか。H5 と判定された患者が2人移送されてきます。2人とも渋谷区です。東京は大混乱すると。渋谷で第1号が発生したのは一昨日の夜。今後は爆発的に増えます。 JR、東京メトロ、施設など大量輸送機関の停止をお願いします。それは理解できます。しかし運行停止、駅の封鎖は誰にも指示が出せません。じゃあ本省課長の皆さんには何ができるんですか。負傷した人は機内の後方でした。なあ、着陸1時間くらい前だ。大丈夫でしょうか僕たち。ああ、予防にタミフル飲んでたろ。大病院の一部が市場に出回っているタミフルを買い占めてます。都が持っているタミフルを市場に放出する準備を始めないと枯渇する恐れが。悪質な買い占めは東京都がその医療機関の名前を公表することになってる。すぐに公表して必要なタミフルは取り戻せないのか。それがどこが買い占めてるのかわからない。タミフルが枯渇したら医療現場は機能停止です。都の備蓄分を放出すべきです。医者、警察、議員さんたちからプレパンデミックワクチンを配るってどういうこと？我々庶民は新型にかかってもいいってわけか。そんなことを決める権利が国にあるの？そのプレなんとかっていうのを全国民分作るのにどれくらいかかるの？2000億でお釣りが来るんだってよ。安いのかね、高いのかね。我々が作り上げたこの行動計画は何ですか。なぜ決算できないんですか。先生、ここにいる者一人として誰も先生のおっしゃってることが間違いだと思ってません。先生の被害状況の分析、事態推移の予測はよくわかります。しかし今の状況で電車を止める、空港を閉鎖する、それを決断する法的根拠がないのです。今がその時なのかと我々は繰り返してますが、本音を言えばいつがその時なのか我々には決めることができないんです。じゃあこの会議は何だ。アメリカとヨーロッパでも患者が多数発生しています。先生、 WHO はすぐにフェーズ6を宣言します。総理大臣に
非常事態宣言を願いましょう。13日に都内で発生した新型インフルエンザは4日間で爆発的に増えた。東京都だけで感染者は1万人を超え、死者が900人となった。医療現場に混乱が生じるのは当然のことだ。うちのせがれなんかはさ、宅配便の仕事やってんだけど、社員が来なくなっちゃってさ、荷物は運べないんだって。そりゃまあ、ウイルスは怖いよな。コンビニなんかも物運ばれてこないから商売上がったりだって。ご家族でかかった人は？ええ、まだ。佐伯さんとこは？いいよ、僕は好き勝手に生きてきたから。どなたもいなかったんだよね。すみません。何、好きに生きてきたの。そのゴールが前立腺癌なだけ。でもさ、この病院にだってそのうちどっと患者が押し寄せるよ。うちの病院は新型インフルエンザ患者受け入れるのかね。無理だよ、医者も看護師も手が回んないよ。もし受け入れたら、僕らみたいにカウントダウンが始まっているもんは出ていかなきゃいけないのかね。娘がね、心配なんですよ。だからそのプレパンデミックワクチンっていうんですか、それ打ってください。娘はまだ2歳です。プレパンデミックワクチンはまだできてないんです。あんたら打ってるんだろ。医者から優先的にもらえるって。子供は死んでもいいっていうの？自分らだけワクチン打ちやがって。打ってないよ。この病院は誰一人ワクチンは打ってない。まだ回ってこないんだ。それよりこんなところにマスクもつけずに連れてきて、それこそ感染したらどうするんだ。もう少し冷静に考えて。お久しぶりです、田島先生。ああ。研究室以来だから5年ぶりか。はい、今感染研にいます。そうか。石五郎先生のことはお悔やみ申し上げます。同じ。え？お父様と同じですね、その癖。やっぱり親子なんですね。あ、こんなこと言ったら失礼かな。親父みたいにはなるまいとガキの頃から思ってきたかな。カッコつけて赤ひげ先生気取りでタダで患者見たりするもんだから。おふくろは苦労しっぱなしで。最後には病気で死んだよ。
てめえの女房肺炎で死なせて何が赤ひげだってね。これシゴロ先生が田島先生に渡してくれと。先生、一つ聞かせてください。先生は今後この病院で新型インフルエンザの患者を受け入れるんですか？こんにちは。国立感染症予防研究所の奥村です。新型インフルエンザがどうして発生したかを調べてるの。なぜかかったか心当たりはある？あなたのウイルスの型と与田村の型は一緒だった。俺が悪いんです。俺がウイルスを運んできたんだ。そう、参拝の不法投棄で与田村に。まさかこんなことになるなんて。そのお友達の名前は？倉野徹。あれ以来連絡つきません。そう、亡くなっているわ。僕は罪になるんでしょうか？どっちが？え？新型に感染したことは罪じゃない。でも新型の日本での流行を防ぐことは無理だったと私は思うの。今この瞬間にも飛行機や船の乗客に寄生して新型ウイルスは上陸している。大切なのはことが起こった時にどう対処するか。一つ間違えたとしてもそれを次にどう乗り越えていくか。そういうことで人間が試されるんじゃないのかな。院内感染や医療訴訟を恐れて一時閉鎖する病院まで現れ、医療現場は混乱に陥っています。一方、世界的に感染が広がる中でアフリカの国々はタミフルを大量に備蓄している日本にその放出を強く要請してきており、外務省は対応策に苦慮しております。5年だ。俺は国民の生命、財産、尊厳を守るために5年の歳月をかけて行動計画をまとめた。ああ。それがウイルスに不意打ちされて全く意味をなさなかった。まだ終わったわけじゃない。これからだろう。教えてくれ。お前ならどうする？お前は昔から現場に強かった。
行動計画は間違ってない。スピードが問題なんだ。田島、お前の馬力が必要なんだ。東京を守ってくれ。無理だ。現在都内の感染者は2万人を超えました。東京都からの要請もあり、新型インフルエンザ患者を当病院として受け入れるか否かを決めたいと思います。反対です。断固反対。新型が大変なのはよくわかりますよ。でもそんな患者を受け入れて院内感染を起こしたら誰が責任を持つんです？プレパンデミックワクチンの効果は保証されてますか？たくさんの新型患者を診察して H5N1 にかからないという保証はどこにあるんです？それに我々は専門外です。なのに治療をしろって言うんですか？そんなことして万が一医療過誤なんて起きたら誰が責任取るんですか？それはまあそうなんですよね。議論の余地はないよ。田島先生もやっぱり受け入れは拒否の方向で？逆です。受け入れるって言うんですか？当たり前でしょう。うちに来た患者を断れって言うんですか？そうですよ。その方がナンセンスだ。だいたい新型インフルエンザの患者と普通のインフルエンザの患者とどうやって見分けるんですか？それに新型だけ受け入れないっていうのもおかしな理屈だ。もはや不可能でしょう。この病院の規模は小さい。やれることはたかが知れてる。でもだからこそやる意味があるんじゃないでしょうか。副院長、普段と随分違うじゃないですか。どうしたってんです？私も医師だったっていうことです。どうでしょう院長、今日にも患者が来るかもしれない。決断しましょう。よし、受け入れよう。愛知県大阪府、福岡県のタミフルはもうじき底をつきます。わかりました。国の備蓄分を放出しましょう。供給量とはできてます。いくらデパートが感染を拡大させる恐れがあるからって営業自粛は命令できないしさ。クリスマス商戦だもんね。自粛した分の損害東京都が保証してくれんのかって怒鳴られちゃってさ。卵1個100円になったよ。あ、そうだろ。売る側はさ、商売だし物が不足すれば高い値段をつけるのは当然だって言うんだよ。タミフルは1日4カプセル、今日で4日目です。それでこの状態か。はい。午後3時12分。
めん、ほんと5分ぐらいしか抜け出せなくて。これタミフルだよ。やっと俺たち生活文化課にも配られたんだ。ありがとう、よかった。これで安心して産んでくれ。やっとの思いでできたんだ。新型インフルエンザぐらいでどうにかなってたまるか、畜生。薬はちゃんと飲んでますか？はい、いいですよ。なぜだ、なぜタミフルが効かない？タミフル耐性です。耐性？タミフルは効かないってことか？ウイルスというやつは恐ろしいスピードで変化していきます。最初与田村に来た新型ウイルスにはタミフルは有効でした。ところが世界の各地で広まっていく上で、だんだんとタミフルになれ耐性のあるウイルスが出てきたんです。これが航空ルートで成田から入ってきたと思われます。その患者はどうなった？回復の兆しはありません。打つ手はなくなったんですよ、津山先生。院長、逃げた？田舎の両親が心配だっていう口実を作ってね。どうするんですか？やるよ、今まで通りだ、決まってんだろ。でも斉藤先生も野口先生もいなくなりましたよ。俺がフォローするさ。何、体力だけはある。看護部長、人工呼吸器何台借りられるかな？やってみます。退院するよ。今は若いもんにベッド譲らなきゃな。だけども家に戻っても介護してくれる人いないんだろう。ああ、でもしょうがないでしょ。親父さん残念だったね。あんた子供は？まあ、言いたくないこともあるよね。そっちは？こっちは逃げられた。若い女房だったが。そうか、逃げられたか。ああ、ちょうど事業が失敗した時でね、残ったのは家族だけだと思ったら息子連れてとっとと出て行った。あっさりしたもんだよ。そっからは気楽な一人暮らし。奥さん、事故か何か？脳腫瘍だよ。発見が遅れてね。そうか。ちょうど教授選の前で、忙しくて何ヶ月もろくに喋ってもなかった。いや、結婚してからずっとそうだったかな。泣いたかい？え？奥さん亡くした時あんたのことだから涙も見せなかったんだろう。どうかな、突然だったから。
ただ亡くなった次の日だったかな、何も食べてないのに気づいてコンビニでおにぎり買った。たらこのおにぎり、こんな味だったんだなんて食べながらぼんやり思ってね、なんでこんな時に腹が減るんだろうって。せめてこんな時ぐらい何も食べなくてもいいのになってね。残酷なもんだな。だから生きていけるんだよ。ベッドが空いてません。薬は処方しますから。タミフルって効かないんだろ。飲んでください。どれぐらいくれんだよ。1日2カプセル5日分処方します。たったの10個。よくうがいをしてゆっくり休んでください。きっとよくなる。はい、どうぞこちらに。はい、コーヒー買おうと思ったら売り切れだ。ここ何日もずっと。ありがとう。院長も逃げたのに、あんたは一人で頑張るか。当てつけだよ、院長へのな。患者にとって医者に診てもらえるっていうのは安心には違いない。あんたどうやっても俺をいい医者にしたいみたいだな。それがあんたの本性だ。人間の本性ってもんはしぶといもんだよ。ウイルスと一緒さ。ウイルスってやつは何かに寄生しないと生きていけない。それで形を変えて子孫を残し生き続けていく。人間も一緒だよ。そんなにしぶといか。そのウイルスにやられっぱなしだぜ人間は。いや、思っているより案外しぶといもんだ。じゃあ、そうそう、これ預かっといて。なんだい。ラブレターだよ。はい、失礼します。奥村君。ボランティアを志願します。津山先生も賛成してくださいました。これからのウイルス戦争に勝つために医療の最前線を体験したいんです。しかし私も医師なんです。田島先生。はい、大丈夫ですよ。ありがとうございました。次の方。先生、タミフル飲んでも症状がひどくなるばかりなんです。お願いします、助けてください。妊娠は？もう38週です。かかっていた産婦人科も閉鎖しちゃって。先生、私死ぬんでしょうか。だったらお願い、この子だけでも。まず検査しましょう。胸部レントゲン採血。はい。胎盤感染が心配だ。
もし子供にも危険性がある。先生、私助産師の資格持ってます。うちに産婦人科はないけど赤ちゃんを取り上げることはできます。この妊婦さん、赤ちゃんは私が取り上げます。先生は母体を救ってください。分かった。全国の死者は100万人を突破した。東京都だけでも40万だ。火葬場が間に合うわけがない。東京都は大型冷蔵冷凍倉庫で一時的な遺体安置に踏み切った。先生、佐伯さんが病院着きましたからね。切れますよ。陽子、しっかりしろ、しっかりしろ。陽子、佐山陽子さんが搬送されてきました。佐山さんが41度の熱、呼吸困難を起こしてます。早く処置しないと。先生、佐伯さん、妊婦さんが来たんだ。一刻も早く呼吸器をつけないと危ない。この呼吸器を妊婦さんにつけさせてもらうよ。田島先生。佐伯さんから延命治療を拒否する事前指示書は預かってる。もともとがんの進行による余命は1ヶ月を切ってる。でも新型インフルエンザに勝とうと一度は人工呼吸器を受け入れたんだ。
元気な男の子だ。奥さんも心配ない。ありがとうございます。感染者数2400万人、死者120万人、これで新型インフルエンザの第一波はあと 1,2 週間で収束すると思われます。たった今横浜検疫所に連絡が入りました。小笠原沖を航行中の客船サンタマリア号内で新型インフルエンザの外国人患者が多数発生、乗員乗客合わせて1600人、乗っているドクターが我が国に医師、医薬品、医療機器の提供を求めています。受け入れましょう。え？同じ人間です。最善を尽くしましょう。しかし先生、全くの想定外です。ボランティアってまだ受け付けてますか？ええ、歓迎です。ではこちらの紙に書いてもらえますか？一つ聞いていい？はい。どうしてボランティアを？ここに知り合いの人が臨時で勤めてるって聞いて、それに俺新型インフルエンザにかかったんですよ。そうなの？でも奇跡的に助かって、この病気って一度かかったら二度目は軽いんでしょ？ええ。だったら俺も誰か人の役に立ちたいなって。俺もみんなに助けられたし、いつまでもプラプラしてる場合じゃないなって。これでいいですか？いいよ。絆は切っても切れない。人間の本性はしぶといもんだか。え？今日からでもいい。早速働いてくれるかい？あのそれ見なくていいんですか？まあいいさ、君のことは何でも知ってる。佐伯君。こちらへどうぞ、佐伯くん。だいぶお疲れのようですね。少しな。新型インフルエンザ第一波が去っても第二波第三波が来る。勝てるんですか私たち？もっと言えばウイルスは形を変えてこの先もずっと生き続ける。彼らとの戦いは永遠に続くんですよね。だったら永遠に勝ち続ければいい。いつの時代も、時代が変わっても医者にできることは
目の前にある命と向き合うことだけだ。でもウイルスもしぶといが、人間も案外しぶといもんだよ。